久しぶりとか鼻声とか関係ない、りょうくんチャンネル始まります。はい、皆様こんにちは、りょうくんでございます。いつも見てくださってる方、誠にありがとうございます。はい、本日はですね、ちょっと趣旨が違います。カメラじゃないですよ。はい、今日はね、こちらのご紹介をしたいと思います。なんだろうね、これね、やべ、全く見えない。早速開けましょうかね。これね、もう今となってはほとんどの人が所有されているかもしれない、もう知る人ぞ知るこちらです。サーモス真空断熱タンブラーでございます。いいね、おお、おしゃれ、おしゃれじゃん、いいじゃん。2つセットです。いい輝き。サーモスっていうね、ロゴが入ってます。中身こんな感じ。ちょっと俺の顔認識しなくていいから。うん、中身こんな感じですね。これ結構でかいタイプですね。 400ml ちょっとぐらい入るやつですかね。うん、でこれいただき物なんです。はい、で私の勤めている会社がですね、5周年ということで、全社員にね、今日配ってたものを、持ち帰ってきたものになります。いいね、実用的なものをくれるっていうのはありがたいですね。早速使ってみましょうかね。で実はですね、まあ、パチモンというか、まあ、他社さんの製品を2つぐらい持って、まあ今年の冬から使っているんですけれども、まあいかんせん冷めちゃうんですよね。もうバリバリ冷めるんですよ。保冷保温両方対応しているものだったんですけど、特に保温ですね。保温はもう全然できない、全然できないですね。10分ぐらいで割と冷めますね。ただ、普通のマグカップみたいに、こういうね、手に持つ部分が全く熱くならないので、そこはいいですね。多分これも全く熱くならないと思います。はい、ちょっとこれでね、あったかいコーヒーでも飲みながら、動画をね撮りつつ、30分後ぐらいですかね、あったかいコーヒーをこれに入れて30分後に飲んだらどうなるかっていうのをちょっとやりたいと思います。これから30分ぐらいかけて冷めないのかっていうのをね、ちょっと検証したいと思います。30分ぐらいって言ってたんですけど、1時間ぐらい経ってました。はい、今ね飲んでるけどまだあったかいですよ。すごいね、すごい。